大ちゃん二本足で立つ練習してると思わない？かわいい。今からお昼？遅いね。お城さん、先輩待ってたんですけど、会議長引いてるみたいで。同期から福沢がフリーかどうか確認してほしいとか。やるんですか？たまにあるんだ。呼んでくださいね。人で人当たりが良くて仕事もできるし料理もうまい。タク先輩ハイスペックですよね。でも3年くらい前に中途採用で入ってきたんだけど、転職してきたばっかの頃はマジで別人だったんだよ。詳しくお願いします。いつも顔色悪いし、ミスしたわけでもないのに妙におどおどしてるし。それは確かに想像できないですね。あ、珍しい。正直結構いびつなおにぎりだったと思うんだけど、その頃から別人のようにぐんぐん仕事できるようになるし、おにぎりは何かやべえ薬が入っていたのではと私は疑っている。ごめん、イメージ壊してしまった。いえいえ。し、就活中からサク先輩のこと知ってるんですよね。僕電車で見かけてて、内定出たら私もあんな大人目指すぞ。けどあの人実は爆睡してたんですよ。全然よろけないんです。釣り革なしって。何かのトレーニング？時間の有効活用と言えなくもないかもだけど。じゃん、結婚したら？さすがにそんな偶然ないですよ。私が痴漢にあった時気づいて助けてくれたの。これどうやって？なんかもうナチュラルに犯人の腕をひねり上げた。前職は自衛隊か何かだったのか。引き出して速攻でエントリーしました。なるほどね、妙に懐いてるわけだわ。いろんな意味で勝てる気がしない。ちょっと人間離れしてますよね。あっ、すみません。